こんにちは、ハルです。お世話になってます。本日は先日より私がお世話になっているこちらの読解特急をご紹介いたします。で、結論から言うとめちゃくちゃおすすめなんですけども、今回はこのテキストの構成と一緒に私が考えるこのテキストのポイントを一緒にご紹介いたします。早速どうぞ。それでは紹介していきます。まずサイズ感なんですけど、このように片手で持てるぐらいのサイズ感になってまして、で縦が 173mm で横が 105mm で、新書と同じサイズになってますので、どこにでも手軽に持っていけるようなサイズです。でまず開くとタイトルが来て、でその次にこのように目次が来ます。でここの目次にもあるように2部構成になっていて、第1部がスピード獲得編で、第2部が丸ごと感想編になってます。で第1部スピード獲得編っていうのは、シングルパッセージとかマルチパッセージの問題が詰め込まれていて、問題の演習ができるようなセクションになってます。なので読解力を上げるトレーニングができるパートになってます。で第2部が、全く TOEIC 本番のパート7と同じ構成になっているので、模試のように、解くことができるセクションになってます。でさらにめくると、ここにはまず問題を解き始める前の部分なんですけども、この本の著者である、TOEIC の講師の方々っていうのがスコアアップするために必要なコツであるとか、マインドセットみたいなものが書いてあります。でここもすごく有益な情報が載ってます。でさらに進んでいくと第1部が始まるんですけども、中身の方を見ていくと、まずシングルパッセージが始まります。でこのように見開きで一つのセットになっていて、左側が本文で、右側が選択肢と設問という構成になってます。で上にこちらに目標の回答の時間っていうのが書いてあって、この問題っていうと3分になってます。基本的に設問一つにつき1分っていうのが回答にかけられる時間なので、この問題だと設問が3つあるので3分となってます。なのでここの目標回答時間を目安として一問一問解いていけば、自然と時間配分っていうのも身についていくかと思います。でさらにめくると回答と解説になります。で左側にそれぞれ設問に対しての回答と、その下にそれぞれの解説が記載されています。で個人的にはこの解説部分っていうのがもう少し詳しくてもいいのかなと思います。っていうのも、基本的に回答となる選択肢がなぜそれが正解なのかっていうのは記載されてるんですけども、不正解の選択肢がなぜそれじゃダメなのかっていうところが記載されてないんですね。個人的には後半の少し難しくなってきたマルチパッセージとかだと、なぜその問題その答えが不正解なのかっていうところも解説が欲しいなと思ったりしました。で人によってはあまり気にしないかもしれません。で続いて右側に目を移すと、本文で登場する語彙がリストアップされています。ですごく個人的にいいなと思ったのが、各語彙の左側にチェックボックスがあるということです。でこのチェックボックスどうやって使うかなんですけど、問題を解き終わった後に語彙を見ていく際に、初見の語彙であるとか分からなかった語彙については、ここのチェックボックスにチェックをつけることで、次回以降ですね、素早く効率的に見直すことができます。でさらにめくると、左側に本文の和訳が、右側に設問と選択肢の和訳があります。で右下を見ると、この問題にかかった時間と、あとは正答数を記録する欄があります。でここを使うことで自分の成長っていうのを記録していくことができます。個人的にはあまりここは活用していません。でシングルパッセージは基本的に同じ構成で続きます。そしてざっと問題を進めていって、マルチパッセージまで見ていきたいと思います。はい、マルチパッセージまで来ました。マルチパッセージも基本的な構成は同じなんですけども、文章が多くなる分、見開きで本文を使うような構成になります。そしてその次の見開きで設問と選択肢が記載されているといったような構成です。そしてさらに進むと、また回答と解説も見開きで存在するといった構成になっています。基本的な構成はシングルパッセージの時と同じです。先ほどのマルチパッセージを終えると、
このように第2部が始まります。でここからは冒頭に申し上げたようにTOEIC 本番のパート7と全く同じ構成で54問が出題されているので、まあ、模試のように解くことができます。で詳細な構成については第1部と全く変わらないので今回は割愛します。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひともですね、TOEIC のリーディングを伸ばしたいと思っている方はこちらのテキストを購入してみてください。おすすめです。